各種SNSを通ってあなたの元へお得な新製品情報、セール情報などを配信しています。ぜひフォローしてくださいね。ニンニン。 無駄遣いするなよ。分かってるよ。 気をつけろ、百鬼夜行だ。 壊れるぞ。やばいぞ。あいつらが作り出したよどみに飲み込まれちまった。戦って切り抜けるしかないぞ。 Oh!
気をつけようぜ。こんなんじゃ命がいくつあっても足りねえ。
誰かの思念がある。あいつ、転送装置を使って移動しているのか。霊になっても消えないわけだ。リンコのやつ、死んだ後もエリカを探していたんだな。よし、お食べ。慌てずに食べな。ロッカーの中を調べよう。エリカが見つからなかった時のためにここに鍵とメモを置いたんだろう。リンコさんはこの部屋にも行ったのかな。必ず行くって書いてるからな。死んでも行くはずだ。エリカって誰なの？仲間だよ。敵合者の一人だ。俺たちと一緒に戦うはずだった。だがリンコはエリカを戦わせなかった。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの狂った男の娘だからな。繰り返しお客様にご案内いたします。本件は本日正午頃発生した。未だに駅の中で迷うんだよね。俺はもう電車は使わねえからその心配はないな。天国への道が、 CJ マルチバース全発は
渋谷でかくれんぼをさせちゃダメだ。渋谷で子供の行方不明事件が頻発してるんだ。みんなかくれんぼをしてる最中に忽然と姿を消してしまったらしい。神隠しか。汚れが原因で何かが起こっていくな。みんな無事に帰ってくるといいんだな。あいつが神隠しに関係していると思うのか。もしかしたら被害者かもしれない。悪くない考えだ。神隠しの正体を探ってみるか。処置だ。もう大丈夫だよ。今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。繰り返し、本線は本日正午頃発生した人身事故の影響で運転を見合わせております。現在警察消防に再開の見通しは立っております。かくれんぼ、僕たちの勝ちだね。こんなに楽しかったの久しぶり。僕、陽介っていうの。また遊んでね。神隠しとは関係なかったみたいだね。ただ遊んで欲しかっただけか。やれやれ。
道にやるしかねえな。よし、お食べ。慌てずに食べな。信心深いな。こういう時だからね。
メモにあった団地はここだな。どこかにシートがあるはずだ。探してみる。順調だ。何道草を食っているんだ。急がないと奴の思う壺だぞ。霧の発生源はそこから南西の社だ。ああ悪かった。ところでエリカは見つかったのか。エリカ、いや今はそれどころじゃないからな。ともかく急げ。ずいぶん冷めた態度だな、リンコ。らしくないぜ。エリカ。何かを教えようとしているみたいだ。さて、どっちを信じる？俺は決まってるぜ。してるじゃねえか。なんか様子がおかしいね。
何かあるはずだ。調べよう。で見たぞ。あいつらの仲間だ。やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。ずいぶん買いだめしてるな。二人で猫を飼っていたみたいだね。